こんにちは、つちのこです。さあ前回の動画でですね、みんなからそこいるじゃん、なんで見えないのみたいなね、コメントがたくさん来てですね、しっかり自分も確認すること、前回の動画で確認することができました。場所がですね、聞こえる？聞こえてないよね本当にいたわこっちばっかり見て、こっちあんまチラッとしか見なかったな、きっとここら辺ぐらいまでしか見なかったはず。ちょ見て、待って、耳を澄ましてみて。あ、聞こえてたわ聞こえてねえと思ったら聞こえてたわピーポーピーポー言ってたわ。ということでみんなありがとう。全然僕は最初だと思ってたんだけど、こっち側にいましたね。見つけることできました、みんなのおかげ。みんなほんとよく見てるな。次、路地裏の不思議看板やっていっちゃいましょう。ちょっとヒウェゴーが全然キノピコちゃんのイメージの声じゃないんだけど、僕の言ってる意味わかる。おっ、なんだこれ。おお、なるほど、あるってことね。はい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 。あ、怖い。ここはそのまま進んで大丈夫。そしてここに P スイッチがある。え、これ壊せんのやべえ、あんま壊すつもり。あ、ここ落ちた方がいいのか。ここ落ちて、あ、ずれた。ははー、うわ、な、やっべえの来たんだけど。おい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 、ちょっと待て、ちょっと待て、聞いてねえぞ。あぶねえ。はあ、あそこがスターか。はいはいはい、あ、これでクリアできんのか、こっち側でね。なるほどなるほど。今度は向こう側行ってみよう。恐ろしすぎまして下落ちたくねえ。こうしたら、はいはい、2つ目がゲット。あ、しかもあそこにあるぜ、おい生き残れるか。待て、あ、いや、この上から落ちよう、せめて。はい、取った。こっちに避ける、こっち来い。よし、まくった。そしてここ下がってからのこちら。はい、一応クリアはできましたね。さあ、なんだろう、敵倒せ系だったら結構きつい。敵いっぱいいるから。なんだろう、コインもきついぞ。え、泥兵をすべて倒した、マジですか。敵倒し系でしたか。こうして、あれ、うわ、きつい。で、これもらっていただいて、来いや。よし、あと1体、ここ。よし、倒したんじゃない？イエイ！きっと大丈夫。よし！さっきももうちょっとで倒せそうな感じだったけどね。さーて、かくれんぼどこに隠れてるでしょう。結構これ裏系とか多そうなところだから難しいかも。オラオラ、遠隔操作ができるんですよ、こっちには。あ、ちょっと待って、おい半分頭見えてるんだけど動くことなく見つけたぞ簡単だった、イエーイ。ここは簡単でしたね。進め、キノピコ。ウキウキウォーターパーク、寝てる。クリボーたちが寝てるぞ。Here I go!
かわいい。こんなのあのオデッセイにもなかったね。かわいい。一人だけ一人だけ出て今頃起きた。寝坊助がいるぞ。餌やろうか。うん、クリボーの餌10円。かわいいね。これはコインに釣られて、あ、そんなことない、ちゃんとありました。下にもあったね今。ふむふむ、ここ中に入った方がいいのかな。ここ中に入るんだろうねきっと。わあ結構上が大きい、大きいぞこれ。あ、ここクリアスターがある。こうしてで P を踏む。そしたらうわあ増えた、だいぶ増えたね。あ、待って、ゴールドキノコがあるぞここに。これはどうしたらいいんだ。ダイヤを取りたいのでここ、あ、ちょっと待って、ダイヤ、あー上から、上から落ちなきゃダメなんだな。でこれここから落ちればダイヤがダイヤのためだけに。危ない。よし、うそー、頑張れ。でここでまた戻る。この裏側、この裏どうやっていくんだろう。ちょっと待って、この裏の行き方はやっぱり、あ、待って、ここ横にずれたらあるじゃんダイヤが。どうしたらいいんだこれ、どうやって横にずれれる。ここ、落ち、よし行った。とりあえずダイヤが揃ったのでこれそのままいくか。大丈夫これ。あ、死んだ死んだ、死んだ。これで、あーこれだったか。待って、ここの上から左に落ちたらキノコのとこに出ない。ちょっと待って、そのまま出れないの、無理ちょっと出れねえのか。そうっすか。あーそのまま落ちちゃうのか、なるほど。ここの、ここどうやったらいけるんだろう。マジっすか。間に合い、よし間に合ったこれちょっときついんだけど、これ死ぬよなきっと。あそこやだな、一体残ってんの。いける、確信。じゃあここもうやめた、これそのまま来れるでしょ、だって知ってる。よし、ゴールドキノコ取ったぞ。どうだ、頼む、クリボーすべて倒した頑張ってゴールドキノコ取ったのにちくしょうそっちでしたか。まあ倒し方は分かりましたね、間違いなく。あのショベルで倒すんだ、どうかな。反撃じゃえ、どうやどうだ、バイバイ、できた。さあ次はかくれんぼ。この同じステージで何回も遊べる、また違う遊びがあるっていうのがいいよね、ほんといい遊び方だわ。まあ、全てやってかないとダメだろうねきっとね。とりあえずこういう引っこ抜けるとこはまず引っこ抜く。このこ、あ、コイン裏とかも怪しいな。まあいいや、ゴールドキノコとかとことかないよね、いないよね。あ、ちょっと待って、言ってる、いったここ椅子の裏に隠れてる。おい、はよ姿を見せろや、これ
よし、いました。椅子の裏はひどいぞ。動くのはかくれんぼじゃないぞ。次、流されてドンブラ渓谷行ってみましょう。わあ、うわあ、でかそう。なんだこれ、これ何？あ、これは引っ張るやつか。流されて、はいはいはい、マジで。エイム力ねえな、ほんと。こいや、これ投げてもしょうがねえね。よし、どうや。はーい、まず倒したぞ。ここら辺抜いとこう。ここを上げて、キノコゲッツ。ほう、これはこれじゃ無理だよね。あ、これも大丈夫なんだ。待って、ここ上げると、はい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 、いつものね。はい、ありがとう。これは壊せない、ここは壊せない。え、まだいるの？おお、これか。うひょー、最高だぜ。なにこれ、コイン系か、まさか。こう落ちてっていいのかな。まあ、こうでしょうね。はい、あ、あ、やべ、間違えた。ちょ待って、いや取れねえあれ。ちょっと、あれ、どっかが取れんのかな。でも、ここは関係ないでしょ。なんか至る所にコインがあるな。ちょっと待って、あ、取っちゃった。どうやって取るの。遠投ができなかったんだけど、今ダメージを受けなかった、出た。なるほど。お、コインが出た。ちょっとコインパラダイス行くか。前回116でひどかったんで、今度は左側行こう。何これ、あ、あ、取れてね、全然。何これ、ひでえ。ちょっと取れなさすぎやしませんか。ちょっと待って、うっさ、あれが取れなきゃ意味ないんだよ。ダメージを食らわないか、あれを取るか。ちょっと取れねえんだけど。投げなくてもこれでいいのか。だからこれでまずはもう押しちゃって、よし、これ、うわ、ちょっと2個同時はやばい。
あぶんね、耐えたぞ、おい、耐えた耐えた耐えた、もう来ないで、耐えたしとれた、おしょしょしょ、来た、よし、あ、早くクリアをやりました。ダメージ受けずにダイヤも取れましたね。いや、めちゃ楽しいんだけどいいね、どこにいるんだろう。これも見るとこいっぱいあるぞ。ああいうコインに隠れてそうだな今回。言ってないよね、一応全部引っこ抜いてギャピギャピ言ってないね。壊すとこ、ちょっともうないんだけど、そろそろ見るポイントがなくなってきてるんだけど、待てや。いた見えた、なんか左にダイヤがあるぞ。やりました、あぶねえ、見逃すところだったぜ。さあ次、出っ張り壁の攻防行ってみましょう。Here I go! お、なんだこれ、あ、はいはいはい、で、あ、こっち行ってこうか、こうしといて、いや、こうしといていいのか、で、はいはい待て、どうやったらここ取れますか。いや、あ、あ、ダメだ、だで、そのまま取ってこういって、よし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 、まずはいいぞ。これはどうしたらいいんだろう、あそこに行くためには。待て、ああ、間違えた間違えた、いてえ、マジか、いやあ、ちょ押し出してた。キノピコちゃんが操作ミスイコールキノピコちゃんがやられてしまう。こうすると、はいはい、こうして、ここどうしたらいいんだろうな。え、やべ、あー、嘘、そこまで落ちますか。これ何、あー、はいはいはい、ダイヤ、この下段のダイヤどうやるんだろうな、ちょっと待て、あ、はは、わかったぞ、こっち行きまして、こっち行きまして、これだこの穴があるからこそいけるみたいな。おーし、取れました。待て、いっけー、よし、イエー、クリアできました。かわいいよキノピコちゃん、タッチ4回でゴールした、タッチ系ね、最速系だ。あ、やべえ、あー、いいのか、2、え、ちょっと待って、これでクリアできるもんクリアできねえんだけどえ、どこでどこミスった、
これでクリアできる。いや、クリアできねえ。タッチ4回でクリアできんのこれ。よく見よう。あ、タッチいらねえんだこれ。よく見ろ。ここでまず1個節約できた。でここはさすがに絶対必要でしょ。こ下段は絶対必要。これ2、これ必要。今2でしょ。これで3、4。いけダッシュ。どうだ、4回もクリアできたはず。あ、タイムアタックは今ないんだあれクリアした後かタイムアタックあるの。さあどこにいる。ここはもうポコポコ動、今ピボーって聞こえたんだけど、気のせいか。たまに空耳で聞こえんの何。なんかいないよね。なんか隠れてる壁が怪しい。いましたぞ。怪しいところにしっかりいる。ちゃんと見ていく。やりました。よーし。よし、じゃあ今日はここら辺で終わっときましょうか。次回は真っ暗館のお化けたち怖そう。ちょっと楽しみですね。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、つちのこでした。